神奈川新聞から新型コロナウイルスの感染拡大による神奈川県内の病床逼迫をめぐり川崎市が1月市内の高齢者福祉施設に対し入所者らの感染が判明しても緊急性がない場合は施設内で療養を継続するよう文書で要請していたことが3月2日分かりました 著しい呼吸悪化などが見られない場合は119番通報しないよう求め医師の有無にかかわらず事実上のトリアージを求めた形で3月2日の市議会代表質問では市議が批判しました湘南台駅から倉見駅の間で浮上している相鉄泉野線延伸をめぐり 藤沢市は3月2日、周辺の健康と文化の森、区画整理事業の進捗に合わせて、神奈川県と連携して、早期実現を目指す方針を明らかにしました。延伸は湘南台駅と、倉見駅間のほぼ中間にある、慶応大学湘南藤沢キャンパス付近までを、先行区間として位置づけています。藤沢市は区画整理事業が、始動したことを踏まえ、 先行区間の早期実現に向けて神奈川県などと連携して取り組むと話しました川崎市の私立小中学校などで3月2日愛媛県産のマダイを使った学校給食が始まりました新型コロナウイルスの影響で需要が減少した養殖マダイ約6トン約11万食分を食材に活用し 今後1週間で合わせて170校で提供する取り組みです。マダイのタツタアゲなどを口にした児童たちは、おいしいと笑顔を見せていました。